まあ、実際こう火事場のバカ力とかあったりするじゃないですか、動けなかった人が。無我夢中になると結構人間って普段は何パーセントしか出してないと、もうその90何パーセントは潜在能力で、うん、実はとんでもない超人的な力が誰にでもあるみたいなっていうのもあって、それは結構人間が野生味をなくしちゃってるから、人間なんてこんなもんって思ってるところで発揮できてないっていうところもあったりするので、まあ、かなりそう精神的な部分とか、まあ、使い道って言いますかね、なんか使いようで、うん、かなりその人間の可能性とかは常にあるっていうことですね。何かで やれそうって思ったらできたんですみたいな人とか、今回動けなくなったっていうのが、なぜもう私には分かんなくなっちゃったわなんてことは、でやっぱりこう、腰に出やすいのかなって自分なりに、なんか疲れとかそういうのとかを他の風邪だとかインフルエンザとか、まあ、いろんな風邪症状あるけど、そういういろいろ人にはあって、まあ、ありますね。喉に出る人、そう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 、そういうことですね。私は腰に出るのかなってなんとなく思ったんですよね。なるほど、なるほど。で、そう思って、あ、腰に出るときは、なんか、まあ、要は、あなた体休みなさいって言ってるのかな。まさにそうだと思いますよ。あ、痛った、痛った。これ痛いですね。痛いけど、まあ、いいですね。そうですね。これやっぱり、ちょっとお腹が硬いです。なんか、まあ、そういうふうに、思うようにしましたけどね。でもそれは割と直感的に感じたことなんですよね。まあ、そう直感的にね、それが正しいと思いますよ。よくわかんだって、ね、昨日まで歩けたのが今日歩けなくなっちゃったなんて、ちょっと普通考えたら不思議な、ね、ことですよね。確かに。だけどなっちゃったわけだから、あれみたいな、不思議なことはすごくよくあるんですよ実は。お客さんでも突然足が痛くなって、すんごく痛かったのに3日ぐらいで突然良くなったとか、それもそういうのってよくあるんですよ。それが3日で終わる人もいれば1年続く人もいるし、でもその人が極端になんか悪いことしてたかとか、持病があるかっていうとそうでもないとか、そのお医者さん行ってもなんかはっきりしない、まあ、そういうことはね割とよくあることなんだと思います。私もなんか歯髄炎みたいな、すごい歯が痛くなる、でも別に歯に異常がないみたいなこととかってあって、多分まあ本当そういうことだと思いますよ。その人の弱いところに出るというか、出やすいところがまあそこなんですよっていう、そう思って、って考えると今後もあるなっていうことを思ったから、まあね、じゃあもうそれこそいろいろなんか考えようと思って、いつなってもいいように常にそのことの予防とかを考えていかなきゃ。で今回もキッチン治るまでダメだなって思ったし、途中でなったりとかしたら多分3ヶ月後にまた同じことするやろうなって、繰り返しますからね。そう思ってしまいましたね。だから今回本当歩けなくなった時に、あ、私このまま寝たきりかなとまでも、そこまで思いました。まあでも実際長かったですからね、本当に。もう1週間、2週間ぐらいはもうずっと起き上がるのもできなかったから、四つん這いでトイレ行くのも10分かかったりとかしてて、どうしようもなかったですね。そこまでなるとね、本当に今異常事態っていうかね、もうやっぱりそれは怖くもなるというかね、これままなんだろうかっていうぐらいなもんですよね。本当に何もできなかったですね。本当に寝るのも辛い、でも動けない、起き上がれないし、だから
ね、起き上がれなかって、布団に引っかかって、体が横向きもできなかったって。滑る素材のものを着て、しかも洋服も厚切りしたら、毛玉とか、毛類、あったかい毛類っていうのはもう全部布団に引っかかっちゃうから、滑らないからもう何も動けないから、っていう状態だからもうツルツルしたもの着たりとかして、でずっともうカイロも10個ぐらい体にくっつけて、湯たんぽも装備して、で飲み物はもうここでストローぐらいの感じの、ペットボトルとかストローとかで何もできない状態から、でうんうんなってますからね、ずっと痛みで。それが2週間続き、でちょっとずつ気が焦ってたから、お腹硬いな。やっぱすごくコリがすごい、あります、お腹に。これは何です、お腹のコリは。まあやっぱりその、まあ、動いてないと内臓の動きも悪くなるっていうのも一つにあるし、まあ、やっぱストレスってこう胃腸に出るからっていうのもあるし、まあ、で、まあ、腰が悪い人っていうのはこう お腹が硬いんですよ。だからまあお腹ほぐしてあげないと、まあ、まあそういういろいろ複合的なものですけど、腹斜筋とかね、あの全体的にこう、お腹に、できるんです、コリができてるんです。で最初そこまでじゃなかったんですけど、今はこうやっぱりすごく厚みのあるコリといいますかね、まあ、ガスもたま張ってる感じがあるし、コリも結構腸が癒着したりとかもするんですよ。こう硬くなってきちゃったりとか、くっついてきちゃったりとか、それも起こってるのかなって感じですね。やっぱりこうちょっと動いてる感じがしてこない、拍動も感じにくいし、やっぱりちょっとこうしばらく、まあね、動いてなかったし、そういうやっぱり心配だったりストレス感じてたりもあるから、非常にこう落ちちゃってるんですよね。で今やはりこれで反応が弱い、硬いですね。逆に言えばこのお腹がほぐれれば呼吸も楽になるし、腰も楽になるし、でも柔らかくなってきたな。